上層ニュータウン。上層ニュータウンは、茨城県上層市、筑波未来市、森谷市、取手市にまたがって開発が行われた大規模ニュータウン。開発面積約850ヘクタール、計画人口9万人。東京23区の過密化が進み、人口を分散させる狙いで1966年、昭和41年6月に制定された首都圏整備法に基づき、 近郊整備地帯に計画されたニュータウンである。当時の東京県内では開発が進み、上層ニュータウン近辺でも取手市の国道6号、両側などで乱開発が行われていた。これに対して日本住宅公団は乱開発が行われることで将来道路や施設を整備するにあたって経費や手間が余分にかかってしまうこと。 災害への対応が難しくなることを挙げ、1971年、昭和46年に建設が始められた。開発主体は、日本住宅公団、後の住宅、都市整備公団、都市基盤整備公団、都市再生機構。初期開発地区である、取出市土頭地区に大規模団地、公団取出土頭団地が整備され、上層市大生合地区が、工業団地として整備された例外を除き、 小てが中心のニュータウンである。関東鉄道上総線沿線に広がっているが、各地区はすべてが隣接しているわけではなく、北森屋と絹の台、それらと絹川を挟んで接している絹の里を除き、地区ごとに独立している。中心となる森屋市には、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスが2005年、平成17年8月24日に開業している。 上層ニュータウンは、上記の通りどかしら地区から開発が始まったが、どかしら地区は、初期より、開発区域全体を、どかしら団地と称しており、大生橋工業団地も、大生橋工業団地の名称で開発が行われるなど、上層ニュータウンの故障を用いた開発は、北森屋地区以降まで行われていない。また、上層ニュータウンの故障を用いて、 活発に分譲が行われた北森屋地区や南森屋地区でも開発初期に設置された看板や施設に上層ニュータウンという表記が見られるものの近年では上層ニュータウンの故障を用いることは稀となっている上層ニュータウン最大規模の地区でニュータウンの中心地区と位置づけられている古書家級、久保家級、まさ台、薬師台で構成され開発初期は 上層ニュータウン森屋と呼ばれていた。地域内には新森屋駅があり、各地区は北森屋遊歩道で結ばれている。開発面積260.5ヘクタール、計画人口3万2千人、約8千戸。町開きは1982年、昭和57年4月1日で、町開き初期の入居者は1600人、419戸。 五所家休、北森屋地区の南東、新森屋駅の西側一帯で、一丁目から五丁目まで、ある。一戸建て住宅が中心であるが、駅周辺には、マンションも見られる。新森屋駅、森屋消防署、森屋市立五所家岡小学校、森屋市立五所家休中学校、森屋市市民交流プラザがある。久保家休、北森屋地区の北東で、一丁目から四丁目まである。 戸建て住宅の並ぶ地域であるとともに、北森屋地区の商業の中心地区でもある。久保家旧交番、森屋市文化会館、森屋久安家旧郵便局、留宅公園、アピタ森屋店、閉店、高島屋ローズサロン森屋、閉店がある。また、地域の北端にあるセセラギの工事が、森屋市と筑波未来市、上層ニュータウン北森屋と絹の大の境となっている。 マサキ大、北森屋地区の北西で、一丁目から七丁目まである。小て住宅の並ぶ地域であるとともに、総合病院等の施設が置かれる地区でもある。総合森屋第一病院、大山公園、森屋市立マサキ大小学校がある。薬師大、北森屋地区の南西で、一丁目から七丁目まである。比較的新しい小て住宅の並ぶ地域である。 森屋市立大井沢小学校、バントイ公園、山百合公園がある。上層ニュータウンで最も開発が活発な商業施設の集積地となりつつある地区である。松ヶ丘、欅台で構成される。地域内に南森屋駅があるほか、森屋駅が松ヶ丘の都保県にある。開発面積158.9ヘクタール、計画人口1万7000人。 約4200個。松ヶ丘南森谷地区の北部で1丁目から7丁目まである。比較的新しい一戸建て住宅が並び、大規模商業施設が多い。森谷市立松ヶ丘小学校、松ヶ丘公園、ジョイフルホンダ森谷店、アクロスモール森谷、ワンダーゴー、森谷店などがあるほか、イオンタウン森谷が地域に隣接している。 ケヤキ台、南森屋地区の南部で、1丁目から6丁目まである。比較的新しい小建て住宅が並び、住宅開発が盛んに行われている。南森屋駅、森屋市立ケヤキ台中学校、西遊学士森屋店、南森屋児童センターがある。上層ニュータウン屈指の住宅街で、絹の台で構成される。地域内には、小木の駅があり、 北森屋地区と隣接している。開発面積85ヘクタール、計画人口7400人。絹の台、1丁目から7丁目まである。比較的、新しい一戸建て住宅が並び、地域内はカーブを多く用いたり、道路内にベンチを設置するなど、車両がスピードを出して侵入できない工夫が、凝らされている。つくば未来市立小絹中学校、絹の台桜公園がある。 また、常磐自動車道やわら IC が近接する。鳥出市域には大規模高段住宅団地、ト頭団地を有する戸頭地区、現在造成中の最終開発地区鳥出夢、美濃地区がある。上層ニュータウンの初期開発地区であり、戸頭のみで構成される。他の地区が、小建て住宅を中心としているのとは違い、中高層の高段住宅を多数配置した地区である。 開発に伴い、地域内には、鳥出市立戸頭西小学校と鳥出市立戸頭東小学校の二つの小学校の2つの小学校が設置されたが、少子化の影響で戸頭東小学校を都東小学校と、首都頭西小学校を並行した。1973年、昭和48年から開発が始まり、町開きは1975年、昭和50年4月1日。 事業完了は1977年、昭和52年5月11日。開発面積130.5ヘクタール。計画人口22000人、5500個。戸頭、一1丁目から9丁目まである。地域の中央を高段住宅。その周囲を、小建て住宅が並ぶ。地域内には戸頭駅。取出市立土等小学校。取出市立土等中学校。 マスダ、スーパーがあり、三井不動産開発の大規模開発地域である、パークシティモリアに近接、ヒルズビエンに隣接している。また、隣接する区域に、イオン取り出店、ヤオコウ取り出度頭店、ホーマック取り出店、ケーズ電機取り出店がある。現在造成中で、上層ニュータウンでは、最終となる現在事業進行中の地区である。 当初は高いの里の歌唱を用いていたが、地区内の駅名決定と同時に現名称への変更が行われた。2011年、平成23年3月12日の夢、美濃駅開業と同時に、地区の一部で町開きが行われた。2015年、平成27年度までに全域が町開きされる予定であり、面積約80ヘクタール。 計画人口6100人の予定である。また、町開きと同時に夢宮1丁目から5丁目の仮町名の使用が開始され、事業完了後は正式町名となる予定である。上層市域には、上層ニュータウン唯一の工業地域である、大生協工業団地地区、現在住宅が増えつつある、新興住宅街の絹の里地区がある。上層市大野町に計画され、 建設された工業団地である。正式には上層ニュータウンの一地区に位置づけられているが、他の地区からは1 0トルから2 0トルほど離れた交通不便な場所にあり、実質的に独立した工業団地となっている。百七十三年昭和十八年から開発が始まり、九百八十年昭和十五年四月に花島近隣公園、 原山近隣公園、上口緑地が共用開始、同年7月に造成完了。総面積686,066メートルで、公園施設、終末処理常用地を除いた、工業用地は549,395メートル。工業用地は、全熟区画で、第一期の6区画の分譲が1980年。 昭和55年7月10日から10月31日まで行われた。内森山地絹の里、1丁目から3丁目まである。小建が中心の住宅街で現在開発中である。天然温泉絹の湯、霞絹の里店があるほか、隣接する区域に内森屋工業団地がある。開発面積約66.3ヘクタール、計画人口約5400人。 関東鉄道上層線が各地区を結んでいるほか、つくばエクスプレスが森や北、千住間を最速21分700円、森や秋葉原間を最速32分800円で結んでいる。首都圏新都市鉄道関東鉄道を関東鉄道上層線に並行し、国道294号と上層ふれあい道路が通じている。インターチェンジ、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。